ムハンマド・ナギーブは、エジプトの軍人、政治家。1952年のクーデターで、エジプト王国第34代首相となり、翌年の共和制移行によって、初代エジプト共和国大統領に就任した。性については、政息アラビア語に従えば、ナジーブという日本語表記が発音に忠実であるが、エジプト方言の発音方式に従って、ナギーブと称される。また、 ナギブと表記されることもある。宗派はスンナ派。ナギーブと弟あり1901年、イギリスとエジプトの共同統治下にあったスーダンにおいて、エジプト軍のスーダン駐在員、ユーセフ・ナギーブの息子として生まれた。幼少期をハルツームで過ごしたが、イギリスによる植民地支配を批判していたため、イギリス人家庭教師に、鞭打ちの罰を受けることがあった。ナギーブは、 ナポレオン・ボナパルトを模範としていたが、間もなくムスタファカー・ミル・パシャを敬愛するようになり、しばらくするとサード・ザグルールを模範とするようになった。1916年に父親が死去したのに伴い、エジプトの首都カイロに移住した。青年期は翻訳家を目指して語学に精を出したが、政治学、法学に転向後、1917年4月に陸軍士官学校に入隊したため博士号は、 取得しなかった。しかし、入隊後も語学を学び、イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語を習得した。また、ヘブライ語も学び、第一次中東戦争後は、陸軍大学で、ヘブライ語を学習させることを命令し、履修した軍人たちは、イスラエルの通信を傍受できるようになった。自由症校団1918年1月23日に、士官学校を卒業したナギーブは、 2月19日、第17不評大大夫となり、スーダンに派遣された。偶然にも、かつての父と同じ大隊の配属であった。1919年、エジプト革命が起きると、軍機班にもかかわらず、カイロへ赴き、国会会談前で、エジプト国旗を掲げ座り込みを行った。その後、ハルツーム州シェンディの騎兵大隊に転属となるが、1921年に、 同大隊の廃止に伴いカイロの西部師団、自動車部隊に転属。適正証明のためにヶ月間警察学校で研修を行い、卒業後はカイロ市内の警備部隊に配属され、アブディーン、オールド、カイロ地区、ブーラーク地区、ヘルワン地区などで勤務。1922年、第13大大夫となり、バハル・アルガザール地方はウーデの勤務を経て、 マラカルの機関銃部隊に転属。1923年4月28日、カイロのこの絵部隊を経て、マーディの第8大大夫1924年、中尉昇進。1927年に結婚。軍務と並行して法学を学び続け、1923年、法学部学士号を、1927年にはエジプト軍士官として、 初めて法学史を、続いて29年には、経済学ポストグラデュエートディプロマを得る。1931年に、博士論文獲得のため助隊を決意するが、直前になり、助隊を思いとどまった。なお、法学を学んでいる1929年、時の首相モスタファイルナハスの講義を受けたことがあるが、本来国王に近しい立場の与党が、議会政治によって、 国王の暴走を抑止できており、軍は政治に関与すべきでないと彼は説いた。これは、後のナギーブの政治スタンスに生かされていく。1931年12月に単位昇進、1934年にアリーシュの沿岸警備隊に移動し、市内砂漠を横断する密輸業者の摘発任務に従事した。1936年 A 誇り条約の後軍。 気候監督委員に就任、1937年により、軍機監視の発行に携わる。1938年5月6日、少佐同年、マルサマトルーフでの英軍との合同軍事演習の誘いを受けるも拒否した。1940年に、国王ファールーク一世に越見するが、二人は良好な雰囲気で越見が行われたにもかかわらず、ナギーブは、 ファールーク一世の手にキスすることを拒み、代わりに握手を交わした。1942年2月、中エジプト大使マイルズ・ランプソンが宮殿を英軍に包囲させ、ファールーク一世に繁栄政権の解体を迫るという事件が起こると、国王の態度に憤慨し、陛下を護衛できなかった私は制服をまとうことが恥ずかしくございますので、軍から身を引かせていただきますと辞表を叩きつける。また、 酔っ払った衛兵に財布を抜かれる事件に遭う。第一次中東戦争では指揮官として参戦し、戦場での活躍により国民的人気を集めた。1949年夏、少々国境軍総司令官。1950年に中将参謀総長となり、心ならずも国王の身辺警護の任に当たることとなる。この頃、 軍内部の秘密組織自由商校団へ加入した。この組織は、新英路線を取っていたエジプト王国政府の打倒を目的に、1949年頃に、ガマール・アブドゥル・ナーセルを中心とした青年将校によって結成された集団である。ナーセルは、青年将校の結束を強化するために、国民からの人気が高いナギーブを団長に推薦し、ナギーブの副官であった。 アブドルハギーム・アーメルを介して、商工団の革命実行委員会のメンバーが相次いで接触。ナギーブは青年商工たちに試されていたことを悟るが、それを不快に思わなかった。彼は就任を承諾した。また、1952年1月に商工クラブ会長選挙で国王派を破り当選した。これにより、自由商工団は軍内部で勢力を拡大し、 危機感を抱いたファールーク一世は、ナギーブの解任を画策するが、実現する前に自由商工団によるクーデターで失脚してしまう。ナギーブとナーセル1952年7月23日、自由商工団はエジプト革命を起こしてファールーク一世を大尉に追い込んだ。陸軍総司令官に就任し軍権を掌握したナギーブは、直ちに革命主導評議会を発足させ、 議長に就任し、内外に革命の正当性を訴えた。7月25日にファールーク一世の処遇をめぐって、会議がアレクサンドリアで開かれ、亡命させるか裁判にかけるかで議論が紛糾した。ナギーブとナーセルは亡命を支持し、投票の結果、ファールーク一世の子で、生後わずか半年のフワードにせよ大いにつけた後に、亡命させることで意見が一致した。 王政の継続は、イギリスに介入する口実を与えないために、ファールーク一世への腐敗の打倒のみが目的と印象づけることを意図していた。翌26日、ファールーク一世はヨットで亡命し、ナギーブは、ファールーク一世と最後の挨拶を交わした。その際、ファールーク一世は、君の使命は難しいものです。エジプトを治めるのは簡単なことではありませんと告げ、ナギーブは後年。 私は彼の敗北を喜ぶ気にはなれなかったと述べている。9月17日には首相に就任し、副首相兼内務大臣のナーセルと共に、接触評議会を創設して、政権を発足した。ナギーブの首相就任後、自由商工団はすぐに、王政廃止に向けて準備を進め、1953年6月18日に、 フワード2世が廃位されてエジプトは共和制に移行し、ナギーブは首相兼任のまま初代大統領に就任した。晩年のナギーブ・ナギーブは大統領、首相、革命指導評議会議長を兼務し、軍部中心の政権を確立した。しかし、新政府の実権は自由将公団を実質的に引いてきたナーセルが握っており、ナギーブとナーセルの対立が際立つようになった。 また、ナギーブは、軍部主導の政権運営には、会期的だったため、ナーセルを支持する革命指導評議会メンバーとの間にも対立が、生じた。革命指導評議会は、メンバーの過半数の賛成を得て、意思決定を行うため、ナギーブは、議長ではあったが、次第に権限が制限されてしまう。1953年後半には、ナーセルから、ムスリム同胞団と結託して、 独裁を図っているとして批判され、1954年2月25日に革命指導評議会から許容されない絶対的な権力を求めたとして首相を解任され、ナーセルが首相に就任した。これは国民からの反発を受け3月に首相に復帰するが、4月には再び首相を辞任しナーセルに譲った。その後、ムスリム同胞団と結託してな、 セルの暗殺を図ったとされ、11月14日に大統領を解任された。失脚後のナギーブは、ナーセル政権によって、カイロ郊外の邸宅に軟禁されたが、アンワルアイコールサー政権下の1972年に軟禁を解かれた。1984年に死去し、ホスニームバーラク大統領によって、軍曹に付された。死後、ナギーブの回顧録。 私は大統領だったが出版された。回顧録は、数度にわたり復刻され、エジプトの運命と解題され、英語訳も出版された。また、カイロ地下鉄の駅やハルツームの道路には、ナギーブの名前が付けられている。ニシームルイワン、アラブスフェイス・ザ・モダン・ワールド、レリジェス、カルチュラル、アンド・ポリティカル・リスポンス・スー・ザ・ウエスト、ファーストエディション、P74AB、マハーマド・ナギブ。 インスイクロープディアブリタニカ2012年12月22日閲覧。ナギーブ P23 ナギーブ PP24 から26ナギーブ P29 ナギーブ PP34 から35ナギーブ P36 ナギーブ PP44 から46ナギーブ PP47 から 48PP52 から54林。 P113ABC 林 PP146 から148ありがとうございます。